大変長らくの間お待たせいたしました。本日はようこそ奈良夢の国ドリームランドをお訪ねくださいまして、また潜水艦をご利用いただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより潜水艦に乗りまして、未知の世界、神秘の世界、素晴らしい海底旅行への数々へとご案内いたしましょう。潜水艦はドリーム港を後に一路近海海底を目指して深く静かに潜航を開始いたしました。早くも深度300メートル、早速美しい近海海底へとやってきたようです。人で貝、昆布などがたくさん住んでおりますね。目玉の大きな魚はクルマダイです。タコもアベックで皆様方をお出迎えしているようです。洞窟の穴から顔を出しているのは海のギャング、ウツボ、そしてトラフグ、その向こうがマダイ、イシダイなどが円を描きながら泳いでおります。どうやら潜水艦は海の楽園サンゴ礁へと進んでまいりました。この辺りは様々なカラフルな魚たち、そして澄み切ったコバルトブルーの海底、まさに海底のユートピアと言えるでしょう。ウミガメの親子が仲良く食事にでも出かけるのでしょうか。次に見えております美しい魚はミノカサゴです。あ、浦島太郎です。竜宮城へ向かっているようですね。浦島様は果たして乙姫様にプロポーズすることができるのでしょうか。前方にイシダイが群れをなして泳いでおります。潜水艦は外洋へと出てまいります。くちばしの長く鋭く尖った魚は魚の中で一番泳ぎの速いメカジキです。続いてカツオ節の原料になるカツオです。前方にはアジやサバが仲良く並んで泳いでおります。おいしそうですね。あ、どうも先ほどから魚たちの様子が何かに怯えているようで、どうも変ですね。あ、あれは何でしょう。サメか、いやそれともクジラか、いやネッシーです。ネッシーがこんなところに、恐ろしいですね。前方が薄暗くなってまいりました。これより海底トンネルに入ります。深度800メートルです。ご覧ください、巨大なタコです。潜水夫が必死に戦っております。昔七つの海を駆け巡った男たちも今や白骨化し海底墓地となっているようです。この辺り、かつて地球上に栄えました都市が海底に沈み、今では海の無法者、ジョーズの住処になっているようです。ただいま、海底火山が爆発した模様です。これより深度3000メートルまで潜航してみましょう。これから出てくる魚は、すべて深海魚です。大きな魚、フォーと見ます。平べったいのがブラベティ、小さい魚がハダカイワシ、気圧の関係で息苦しくなってまいりましたので、浮上しながら北洋へと進路をとってみましょう。どうやらこの辺り、北極のようです。氷山と氷山の間に何か白いものが見えます。白熊です。下の方にはタラバガニ、これは大量に缶詰として製造されております。あ、前方ジョーズがダイバーを襲っています。ダイバーたちには気の毒ですが、見て見ぬふりをいたしましょう。
前方に見えております建物は21世紀の海底都市を目指して開発を進めております。近い将来地上都市の騒音を逃れ、レジャーに日常生活に魚と戯れる私たちの海底生活も夢ではなくなることでしょう。海底都市を最後に私たちの海底旅行も終わりに近づいてきたようです。日本の港を後にして夢のごとく3年の月日が流れました。婚姻屋のごとしとはこのことを言うのでしょうか。まもなく懐かしのドリーム桟橋に